チン、競争心煽って投げさせてる部分あるし、だからそんな投げてくれる人なんてめちゃめちゃありがたいのにさ、ね、その人たち競わせて、なんか、結局ね、絞り取ってもさ、やっぱかわいそうだなって。悪いなって思っちゃう。だから俺常にイベント1位になりたいとか言わなかったんだけど、でも結果的にやっぱりイベント参加するとみんながね、社交心競争心煽って投げてくれて、で、もちろん稼げるからイベント参加してたんだけど、でも結局最終的にはね、もちろんなんかそういうイベント参加すればさ、なんか金持ちの道楽で投げに来る人が来るかもしんないっていう、もちろんワンチャンも狙ってたんだけど、もしかしたら誰か来てくれたらラッキーじゃん。でも結局さ、蓋を開けてみたら、結局いつも俺に投げてくれてる固定リスナーが、毎回毎回無理して投げてるだけなんで、コメントで、なんかもう結構言い出してきてるんだよ、その人たちが。わぁ、なんかもう結構きついとか、もう無理して投げてるみたいな、そういうコメントを結構しだしてきたから、わぁ、さすがにこれはもう続けられないなと思って。そう。まあ、それでも多分、イベントでふわっちで参加してれば、その人たちって多分、まだ投げてくれてるとは思うんだけど、でもさすがにこれかわいそうっていうか、こんな普段投げてくれてる人しか結局投げてくんないし、新規のなんかね、人も来るかなと思ってたけど、まあワンチャン来るかもしんないじゃん。まあ、確率は低いと思うけど、金持ちの道楽みたいな人来ないかなと思ってたけど、結果的にさ、そういう人ほとんど来ないし、めったに来ないし、結局は固定リスナーが無理してるだけだし、そう。そうだね。だからかな。そうそうそう。いや、本当の話よ、これ。あ、いらない。いやいや、本当だって。まあ、ふわっち見てた人はわかると思うけどね。全部本当の話ですよ。はあ、ね、だからしつこいな、こいつ。だから、そのね、一番投げてくれた人に関しても、俺がもうお前なんか来んなって言ったんだから、じゃあ俺が金にね、なんもしつこいこと言うなよ、もう。金に特化してるんだったら、その人か、もう金投げる人だってわかるから、何言われたって媚び打って、おべんちゃら、くだらんおべんちゃら流れ、な、ね、あの、並べて、そうすれば投げてくれてるじゃん。そいつを金として思えば、それが一番稼げるんだから、それしてないでしょ。もう二度と来んなって言ったんだから、ムカついたから。人として見てるから、俺は金としてじゃなく、人として見てるから。こっちから切ってるから、勘違いすんなよ、ゴミが。ね。で、まあ、その人がいなくなっても、結局、でも他の人が結局、イベント参加したら投げてくれたりとかして、そう。でも結局、その人たちがもう辛いみたいな感じが結構コメントであったから、ってのももちろんある。だからもうさすがにちょっともうできないなと思って。そう。まあそれプラス、まあ周りの人たちが、ほんと嫌いだし、運営含む配信者、周りの配信者。だからもういろんなことが重なって、ああもうふわっちやりたくないなってなって、まあ稼げなく、ふわっちより稼げなくてもしょうがないなって。なんとかニコ生とかツイキャスで頑張っていこうってね、今ニコ生やってんの。なんかそう考えるとクリショって良心的。いや、ほんとそうだよね。まあ、もともとだって、広告システムが一番いい稼ぎ方だからね。そう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 。そうだね。投げてくれた人にその言い方はない。いや、違うんだよ。だから、みんな投げてくれた人にね、そんな強く言えないっていうのは、別に恩があるからとかじゃないの。恩があるから強く言わないじゃない。お金を投げてもらえなくなるから強く言わないだけなんだよ。それぐらいわかるでしょ。だってさ、本当に投げてくれた人、投げてるくれてる人がさ、本当に恩を感じてるんだったら、ね、毎回毎回イベント参加して1位になりたいって言わなくない？結局その人たちから金絞り取ってるだけじゃん。本当に悪いと思うんだったら、ね。毎回毎回イベント参加して1位になりたいって結局そいつらに金投げろって言ってるだけなんだから。本当に恩を感じてんだったらそんなことやんねえだろ、そもそも。根本的なこと考えろよ。
結局、自分で今投げるやつが、あ、その人が投げてくれ、イベント参加して1位になりたいって煽ったらこいつが投げてくれるって言うんで、それで結局イベント参加して1位になりたいって言って、遠回しに投げろって言ってんだよ、そいつに。うん。わかる。投げてもらえなくなるから、きつく言わないだけ。人として見てない。金としか見てないから、そいつら。そうでしょ。うん。本当に恩感じてるんだったら、毎回毎回イベント参加して、ね。うん。あれだよ、1位になりたいって、その投げる人たちにアピールしないから。バカじゃない。うん。ねえ。それで普段の配信だってクソつまんないさ、何もやんないでさ、ただ金もらうだけのクソ配信じゃんな。何も、恩も何も感じてないよ、絶対。そうじゃないですか、実際。面白い配信するより、投げれる人に媚び売ってた方が稼げる世界なんだから。結局そうじゃないですか。だから、まあ、ニコニコの、この、クリショーのシステムの方がまだね、そういう感じもないし。まあ、あと、投げ銭自体は俺悪いと思わんから、まあ、こっちの方が純粋な投げ銭じゃん。別にランキングも競うこともないし、だから、社交心、競争心煽られることもないし、投げ銭自体は俺悪いとは思わないからさ。ただもう、ふわっちのはもう投げ銭じゃないじゃん、なの。純粋な投げ銭じゃないからさ、ね。まあ、そんな感じかな。金で動かすリスナーだ。まあそうだね。まあ一番嫌われるパターンだよね。なんかお金をたくさん投げて、配信者に指図したらもう周りから絶対嫌われるからね。もちろん配信者からしたら、その人に気に入られたら金もらえる、も金もらえるから、金として見て言うこと聞くやつは5万といると思うけど、それこそふわっちなんて投げる人がいなきゃ稼げない、もう才能ない配信者しかいないから、それは必死になって、ね、くだらんおベンチャーで並べて、やるようなやつばっかだから、そいつらになんかこうね、いい反応があるから、その人たち面白いかもしんないけど、でも結局、無課金税とか周りのリスナーとかからしたら、めちゃくちゃ嫌われるからね。結局金で配信者動かすみたいな。出しゃばってくんなみたいな、なっちゃうから。あれは絶対嫌われるよね、正直。他のリスナーには。いや、実際そうじゃんだって。まだいいんだよ。なんかお金投げて、投げ銭して、なんかこう、例えばね、投げ銭したから、なんか面白い配信してねとか、どういう配信が見たいとか、それぐらいだったらまだリクエストだから、それぐらいだったらまだいいんだよ。まあ当たり前じゃん。投げ銭して、こういう配信してねとか。まあ、それはなんかね、投げ銭してくれる人のリクエストぐらいに言うぐらいだったら、リクエスト感覚の、リクエストのニュアンスで言うんだったらそれはいいと思うんだけど、あからさま何しろとかもう命令口調で、あれやれこれやれみたいな。もうリクエストじゃないじゃん。指示じゃん、それ。それやっちゃうと嫌われる、絶対に。周りから。大金投げて。そう。リクエストならいいの。お金投げて、いつも配信楽しみにしてるよ。なんか、例えば、じゃあバーベキュー配信見たいなとか。じゃあ、なんか、誰とね、こう、なんだろう、キャンプ配信してほしいなとか何でもいいんだけど、それはまだリクエストのニュアンスじゃん。そういう配信見たいな、投げるみたいな。それだったらまだいいんだけど、それはまだリクエストじゃん。
もうそういうんじゃなく、あからさま命令口、あれあれ。